時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人、連絡凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。ああ津軽海峡冬景色。岬北の外れと見知らぬ人が指をさす。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞み見えるだけ。さよなら、あなた、私は風の音が胸を揺する。泣けとばかり、ああ津軽海峡冬景色。さよなら、あなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する。泣けとばかりに、ああ津軽海峡冬景色。